はい、スタートですね。ここは2番の森田選手が前受けになりましたね、はい。森田選手の後ろ9番の武田選手ですね。いずれ選手ベテランね、2人がつくようなラインですよね。武田選手49歳、それからいずれ選手51歳ですね、うん。まあ、頑張ってますよね、はい。1番車の月森選手がここにいます。中段、前中段ですね。月森選手と、5番の福島選手、西のラインが4番手5番手か前中段にいるような流れになりました、うん。あと内山選手がその後ろにいますので、南関東勢7番8番ですね、後ろ中段で、後攻めが先行基本ですよね、谷選手、はい。それから中井選手、中井選手は前に踏めますので、まあ、もう1車ね、うん、3車いるとこのレースね、またちょっと違った展開あると思いますけれども ね2車なんですけれども、まあ、しっかりね谷選手これ先行するような展開を作りましたね。はい、こういう中で1番の月森選手どうなんでしょうね。ここのところ先行というよりかね、ある程度自在型のような形になっていますのでね、うん。あとは前を取った森田選手の仕掛けです、はい。裁きに行くのか、ある程度縦の足を使うのか、その辺3者アドバンテージもありますからね、そういう中でしっかりこう仕掛けるようなレースを作っていくと思います、うん。これ2周半ありますね。落ち着いた展開から、はい、後方からですね谷選手が動いてくると思います、うん。先に内山選手が切るんですね。内山選手もね、早めの先行というかこうまくりが得意な選手ですよね、うん。先に動いて切りに行きました。まあ、この時ねちょっと森田選手も抵抗せずにね、うん、もうそのまま内山選手を入れて出しましたね。まあ、この時でもねすぐさ普通の森田選手は3番についていってね、うんうんうん。まあ、7番と並走っていうのもあれ打ったと思いますけどもね、ここしっかりとも入れて、そうでしたね。まあ、それだけ自信があったんでしょうね。ここからもうすかさずもう巻き返しましたからね、はい。内山選手もね3番手入っていたんですけれども、うん、まあ、動かないというかまくりに構えましたよね、はい。でホームからしっかりこう仕掛けましたね。武田選手もしっかり追走している、はい。江連選手もね一度3番の中井選手の牽制を受けて離れたんですけれども、しっかり追いかけましたね、うん。でバック線あたりから月森選手がまくり上げてくる。これは不発になってしまいますけれども、中井選手ねこれ縦あるので最後伸びてきます、はい。番手の武田選手がかわして1着、先行した森田選手2着、うん。後方伸びた中井選手が3着でしたね、はい。中井選手これうまく江連選手をさばけていたら、うん、頭勝負できた感じしますね。だいぶ伸びてましたからね。まあ、その辺がもうちょっとこうこれから今後ねこういう番手回ることが多くなれば、うん、はい、もう少しこの横のさばきとか、はい、ね、あれだけホームでも余裕あってね、そうでしたね、余裕あったんですから、はい、もっと早めにじゃあ武田選手なりね、あのうまく江連選手、うん、少し離れ気味の江連選手をさ、ね、ばけていれば、さばいてたらねゴール前1着前届いた可能性も、ね、そうですね、あったと思いますからね、はい。